マクク・クジャコンゴジャク・クジャク,クジャクは、キジ科の鳥類で、中国から東南アジア、南アジアに分布する、クジャク属2種とアフリカに分布するコンゴクジャク属1種から、なる。通常クジャクといえば、前者を指す。オスは、大きく鮮やかな飾り輪を持ち、それを戦場に開いて、メスを誘う姿が有名である。飾り輪を入れたオスの体長は180から250センチメートル。 メスは60から90センチメートル程度。体重は、オスが4から6キログラム、メスが3から4キログラム程度である。足には鋭い毛爪があり、狩りや闘争に用いる。素早く飛び立つことはできるが長い距離を飛ぶことはなく、メスの飛行距離は一度の飛翔で、数百メートルを飛ぶが、飾り輪のあるオスは、メスよりも短い距離しか飛べない。オスの飾り輪は全部で百五十枚あり。 全長1.5メートルに及ぶ。おハのように見えるが、あげおとというおハの付け根の上側を覆う羽が変化したものであり、メスにアピールするための羽である。褐色をした、実際のオハはその下にあり、繁殖期が終わって上、オずつが脱落した後やディスプレイ中などに観察できる。おハの付け根には、油脂腺があり、分泌される油をくちばしを使って、羽毛の手入れを行う。 オスの羽は異性間淘汰によって発達した例として知られるが、その発達の理由もいくつか提唱されている。など。鮮やかな羽の色は色素によるものではなく、構造色によるものである。基礎となる色は茶色であり、光を乱反射する表面形状を持つ角質と、その内部に含まれるメラニン色素の粒によって、シャボン玉のような実在しない色を見せる。 夏季になると羽毛が生え変わる寒雨に入り、夏の終わりまでにはおおむね生え変わるが、完全に再生するまでには7ヶ月かかる。羽が青藍色のインドクジャクは、インドの低木の散在する開花地に分布する。水系の光沢を持つ美しい灰色のマックジャクは、中国からベトナム、マレー半島にかけて分布する。今後クジャクは、今後盆地に分布し、長い上、オズツを持たない。 クジャクは雑食性であり、草や葉、好みや果実などの植物も食べるが、ミミズやシロアリなどの昆虫、小型の爬虫類などの小動物も好んで食べる。水を飲むときは、くちばしで水をすくい、上を向いて流し込む。社会性があり、基本的に群れを作って生活することを好むが、春の求愛時期のオスや、子育ての時期のメスは、単独行動を行う。 一二再生の繁殖システムを持ち、求愛時期の春にはメスへの求愛行為や、オス同士の激しい闘争が行われる。メスは一回の繁殖で3から8個の卵を産み、単独もしくはメス同士の共同で放卵する。最長寿命記録は20年である。いやーん、いやーん、または、キーオー、キーオーと独特の噛高かい声で鳴く。夕方に多く、 トランペットとも猫の鳴き声に近いとも言われる。就寝前には、ネグラの前話が、ヒーオーンというコンタクトコールを行って、眠りにつく。また、ネグラに敵が接近してきた時は、気がついた個体が、コッ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 という警戒音を出して、仲間に危険を知らせる。求愛の際には、オスはメスに対して、飾り輪を広げ、ミャオーという叫び声を上げるとともにオハを打ち鳴らす。 ディスプレイ行為を行う。人間によるインドクジャクの飼育は4000年の歴史があり、貴重な鳥として扱われてきた。羽は工芸品に広く分布されてきたほか、毒虫や蛇を攻撃するところから液腸として尊ばれる。神経毒に耐性を持つと言われているが、学術的に毒耐性が確認されたことはない。クジャクを含む、 キジメの鳥類は、卵やヒナを守るために、蛇やサソリ等の毒虫や、毒蛇類を攻撃する習性があり戦っているところを、目撃する機会が多いために生まれた神話で蛇に、噛まれれば普通に死ぬが、この習性から邪気を払う象徴として、クジャク明王のなで仏教の信仰対象にも、取り入れられた。ヒンドゥー教では、クジャクは、スカンダという神の乗り物であり、インドの国長ともなっている。 クルド人の信仰するヤズイード派の主神マラクターウースは苦弱の姿をした天使である。また、ギリシア神話においては、女神、ヘーラーのカイドリとされ、アゲオトの模様は百の目を持つ巨人アルゴスから取った目玉そのものであるとする説がある。一方、インドクジャクよりも希少の荒い、膜弱は保護の対象とはならなかった。中世のヨーロッパでは食肉として使われていた。 日本では、水古天皇6年に、白木が苦弱を送ったという記事が、日本初期にある。江戸時代、大阪に苦弱を見ながら茶が飲める茶店があり、苦弱茶屋と呼ばれた。また、吉原遊郭の近くに、苦弱長屋と呼ばれる長屋があった。いわれは、吉原の苦弱屋の所有だったから、苦弱屋、三江門の辞書で、苦弱不動の祠があったから、 孔雀のように美しい吉原の明かりがよく見える、長屋だったから、孔雀のように、美しい娘が住んでいたから、など諸説ある。日本における、マージャンの一作は、大半の場合孔雀の絵柄である。a b c d e f g h i j k ベニュス二千2 0 1 6ピアニッシモ、311から327、十七孔雀の羽の構造色。2016年11月23日閲覧。 h t t p w w w t o k y o z o n e t スラッシュくらいスラッシュインデックス h t m l f o w l r e c i p e s m e d i e v a l r e c i p e s e ッ e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  ジ e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  大阪歴史博物館、牛馬門、荒井博が、交渉江戸の面影、稲垣文夫、ヒストリー・オブ・吉原ユーク・カップ61。ありがとうございます。